僕は、トロサールの補強は、意外かもれ、意外かと思われるかもしれないですけど、大賛成です。で、懸念は、みんなと一緒で、マネジメントへ。なんでトロサール大賛成かというと、あのー、あれ、トロサールよりさ、あのーあ、あっちの、えっ、ー、と、あの、イケメンくん、イケメンスピードスター、ムドリク、いいところって何って言ったら、スピードと伸びしろでしょなんだけど、トロサールは、 あのー、オフ・ザ・ボールのところで、あのー、オフ・ザ・ボールというか、全体的にムドリックより、今のムドリックより、相手の矢印見れるのよ。相手見てサッカーできる。で、プレミアだから即ヒットできるっていう。で、やれるポジションがさ、あのーまあ、赤で説明した方が分かりやすいだろうから、アーセナルだと、まあ、引いた守備の時四4、2、3、1、前から守備する時四4、1、2、3で、このまま攻撃して、サイドバック絞ってとかいう感じじゃん。トロシさんでやれるとこって、ここ、ここ、ここなのよ、今のアーセナルだと。 このつなんでここ入れなかったかっていうとダブルボランチでこう若干下がるからこの守備のシステムをこう逆にするっていうのはなかなか難しいっていうか途中からあんまやらない感じするからこれそのまんまするとここここここになってここはまあウゴビエラとか、まあね、スミスローとかもあるしあの腕ゴールは当然としてでこのマルティネンリのところと、えー、トップの、えー、とジェズスが戻ってこないとしてエンケティアのところこの2つがさやっぱ控えいないのきついじゃんどっちも高クオリティでやってくれるんだよね で、覚醒前のエンケティアだったら確実に、あのー、トロサールの方がいいから、右ウィングもできるんだけど、やっぱり左の方が全然いいから。で、マルティネーリーよりもベストコンディションだったらトロサールの方がいい可能性あるんだよね。マルティネーリーは、あのー、マルティネーリー自体のベストはすごいいいんだけど、すごい動きもあるし、守備もいいしみたい。あ、ていうか、守備はマルティネーリーが一番いいね、多分持ってるウィングの中で。あのー、強度も、あのー、持続力も。なんだけど、 あの相手見ながらサッカーできて共有力高いみたいなところで言うとトロサール結構器用だからそういうところでもであと中入るのも外張るのもさ最近マルテニールうくなってきたけどこうのこうでいけるからティアニーも結構活かしやすくなるんだよねあっ坂よりは全然器用じゃないですけどね坂より器用だったらあのデゼルビと揉めてないからあのトロサールのやつ調べたら確かにトロサール鼻パシャ強くてあの監督と揉めたのは本当みたいなんだけどなんかあのメディカルに その練習離脱していいって言われてたみたいな説も出てきてんだよねなんかそういう。であとあのブライトンで控えになるのとアーセナルで控え,と控えからのスタートだよって言われてくるんじゃあの選手自体の心の作り方が全然違うからそうメンタルの。 あの持っってていいき方が違ううから揉めにくいっていうブライトンで言っちゃえば俺のチームって思ってたところからいろいろ状況変わって走に徐々に追いやられたのとすいませんアセランさんで今回からやらせていただきますっていう感じだと違うしそれこそオバ,オバメアンエジルに特別扱いしない監督のもとに来るんだからそれは当然ねだけどそれでも、あのー、オバメアンエジルを特別扱いしない監督だからこそ、まあ、トロサールが本当の問題児だった場合 アーセナル来ても問題だった場合、不良債権なんじゃん。っていうのがこの半年以内にないとは言えないから、あった場合のこと考えて、買い取りオプション付きのローンが一番いいと思ったんよ。そしたらリスクかなり低められるじゃん。なんだけど、まあ、買い取りオプション付きだと、ちょっと交渉的に高くなったりとかしただろうから、まあ、トロサールを、まあ、あの質のプレミアでね、あのー、実績あって、点取れてボール運べて、共有力あって、守備もちゃんとするっていう、そういう選手が、 あ契約切れんだ。あごめん、それ知らなかったわ。マジであそうなんだ。知らなかった。あだったらそうだね。だったらンとかないね。じゃあそ、それで言うとさ、逆にあれなんだね。待たなかったんだね。トロサールのこと。じゃあ、もう本当に無リク来ないんだったら、メイフィスよりもトロサールっていう風になったんだね。バルサ、吹っかけて間違っちゃってそうだしな。あでもそれだったらもうこうするしかないし。あとはじゃあ、トロサールのあれだね。この、お隣よく次第だね。オプションで1年。 トロサール1月3日にエンチオプション行使されてて、2024年,年まであるんかい <laughs> そう、まあ、いずれにしろ、まあ、じゃあ、ってことは、でもどっちでも話しておくわ。ないんなら仕方ないし、あるんだったらローンが一番良かったけど、でもローンだと割高になるっていうふうに考えて、でも、選手としては僕は、ここもここもできて、あの、ちゃんと献身性も一応揉めるまではブライトンであってっていう、あの引き出しの多さある選手だから、普通にスタメンも入れ替わる可能性全然あると思いますね。僕は、 どっちにベットするって言ったら、僕はトロサール結構成功の方にベットしたいですけどね。全然トロサールスターメンあると思いますよ。マルティネーリーのところ。ただ、マルティネーリーの,の守備の持続力とあの強度、あと裏抜けガがンガンするじゃん。だから、いずれにしろ、マルティネーリーのところがネルソンになったりとか、マルケ、えー、ーニョさんは右だっけ使われるとしたら。まあ、他のウィングになったら心もとないじゃん。でもトップなんていないも同然だから、ジェイスが戻って,ない戻ってこない限り。ってなあと、この2つのポジションをクオリティを落とさないでできるっていうと、 この残り半年だけで言ったらムドリクよより全然いい補強すよただ今後何年って考えた時とそのスター性とかで考えると「ムドリク欲しかったよね」っていう話ですよね。三笘より現状だと三笘よりいいかもしれないね。あの三笘の場合はあの中に入ってくプレイのところでなんかあっていうかあの抜くところはすごいんだけどそこから先の精度のところでブレが結構出る時あるでしょ。ただ三あのまだまだ伸びるし。 現状だと、どっちにも良さがあって、トントンみたいな感じかな、三笘よりっていうか。本当トロサールで、あムドリク来なくて、来季三笘来るかもしれなかったのに、トロサールかってがっかりするような補強では全然ないと思いますね。あ、トロサール来んだみたいな。うん、すごいワクワクしていい補強だと思いますね。むしろ、トロサール問題児になった契約年数も残り少ない、え、2100万円だっけえ、円高、円安だからすげえ高く感じるけど、2100か2500か、安いよね、めっちゃ。今の移籍金の相場で言うと。で、27、8っていうさ、 2100ポンド。30億ぐらい、3 40億かな。まあ、いずれにしろ安いよ。うん。そう、だから、めっちゃいい補強したなって思いますね。だから、トロサールのデビューいつになるか分かんないけど、ね、この辺が、もう、エンケティアまで怪我しました。マルティニーが怪我して、次のウィングがこ心もとないです。他の選手の対応のトップがうまくいかないですってことが、トロサールいましたっていうね、なるから、これは素晴らしい補強だと思いますね。本当うん。楽しみに。 か何と比べるかっすよね。あの、もともとムドリクの噂が上がっ、ムドリクがあったから、まあでも、あ、チェルシーっちゃったしなって割り切れてる人はあれとして、ほんムドリクを全くなしにしたらもう100点近い補強なんじゃないですか。